今日はすごい包丁時間が長めです。いつももう入ってるのに、もうそろそろ8時20分。長いね。珍しいよななちゃん。あ、こんなとこにでっかい白い鳥がいる。でっかい白い鳥、ギサ。ななちゃん、ここ歩くの好きなのかな。床。そうだね。歩くとほら音がするし。うん。こことかこことか、そういう気持ちいいんじゃない。ななちゃん。歩くのいいんだ。ななさん。うちで歩けないからね。カーペットとかね。こうやって少しずつ包丁時間が伸びて、ギーさんとのコラボ時間も増えるってことですね。ミキちゃんよかったね。ギーちゃん、なんでこんな今日早いの？ギーちゃんは早いね、今日。ギーちゃんは早起きです。ギーちゃんは早起き。もうちょっとゆっくりしてんのに、ギーさん。最近このトマリギもかじるようになってきたしね。お気に入りだもんね。ねえ、リーさん。何気にこことかすごい何回もかじった跡がある。これね。でもね、ギーさんね、もうちょいかじらないとね、ヒノキのいい匂いがしないよ。もうすごい、やっぱヒノキはね、頑丈ですね。ギーさんの力をもってしてもまだ破壊には至ってない。閉じてる。朝だとみんな思い思いの時間を過ごしてる。足の上で羽繕いなのちゃん。お、かじってるかじってる。いいよ、いいさん、かじって。かじないの？踊ってらっしゃる。いいさん、ほら。これはかじんないの？うわ、今すごい煙もわって上がったね。白白だからななちゃんとギーちゃんのなんだっけ、白白兄弟で。白白兄弟。あれ、ななちゃん、パズクロやめたの？今、羽繕いコラボしてたね。してるしてる。羽繕いコラボして。タラちゃん。ほら、ギーさん。こうして平和な時間が過ぎるわけですね、ギーさん。朝のひととき。